どうもヤードです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。お相手2段の方ですね、取り差しがお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ今日楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあお相手の戦型ですけれども、居飛車ということですね。さあ時間負けたくないので、といってももうねすでに3秒負けているっていう悲しい現実があるんですけども、まあこれで、銀上がっていって銀上がっていって、さあ、2段に対してはですね、しかもこの人差し手めちゃくちゃ早いですね。差し手早いのちょっとやめてほしいな。差し手が早すぎる。さあこれでですね、いやめちゃくちゃ差し手早いな、本当に差し手が早い。これはちょっと勘弁願いたいお相手ですね。お相手としては勘弁、ね、願いたいんですけど、中飛車に組み替えてきましたね。中飛車に組み替えてきて、でもこれは今一瞬これ飛車が効いてたから、そうだからそういうことですね。まあこれで一回、はい、これで銀打っておいて、うん、銀打っておいて問題ないんじゃないかっていう。ああなるほど、2分30秒、ね、打ってくるってことね。はい、それでこちらとしては、一回引いておくか、飛車一回引いておきましょう。さあ時間負けすぎでしょこれ、時間負けすぎなのよ。はい、これもう角も引いておいて、一回ちょっと守りの体勢、整えていきましょう。さあここからですね、要はここからちゃんと呼吸できていけるかっていう感じですね。はい、これは一回これで問題ないと思うんで、はい、これ問題ないでしょう。純粋な銀毒ですよね、これは。純粋な銀毒いただいたんで、問題ないかなと思っていて、この風でもついてくる。ああそういうことね、ここ一回銀打っておきますか。はい、これで問題ないかなと思います。それで一回これ金上がっておいて、はい、王様よバカなれるよ。なんでそういうことするの、なんでそういうことするの、もう本当に腹立つわ。自分に腹が立ちますね。はい、これでちょっと香車上がっていって、ですね、まあ、王様入っていってですね、でまあ普通に銀ここに打っていくっていう感じなんですけど、ここにな金打ちの隙があるんだよな。ていうか歩がないっていう、歩がないのがやばいっていう問題が今発覚しました。歩がないのがマジでやばい問題っていうのが発覚しましたね今ね。まあここの歩は一回馬で取り、あ角で取りますよっていう話を今しようとしてるんですけど、1分30秒、ちょっと待ってよ、一回ちょっとこれで馬作っておいて、でこの銀取ります。まあ、ここに歩打ってきたら、まあ、これはもう金で取っておきます。さあ時間がまだ負けている、時間が未だに負けているっていう、未だに負けているのはまずい。時間が未だに負けているのマジでまずいですね。ここに銀打つか、いやこれはねもう取っていきます。馬はどうぞあげますっていう話して、馬あげますって話しておいて、でまあ、これは飛車なっていくでしょ、さすがになっていく。これで桂馬金打つか、うわーこれ勝ちたいな。ちょっと時間の問題はあれどちょっと勝っていきたいですね。いやこれはもらうでしょう飛車を、さすがに飛車もらって、こっち金桂飛車、勝ち目あるよね、絶対勝ち目あるんだって。これ勝ち目あるんだけど勝ち方がまだ分かんないっていう。はい、これで一回ここに歩垂らそうかと思ったけど、歩垂らせないじゃねえかっていう話があって、ですね、香車もらおう、あ違うわ、香車角が効いてるわ、危ない。はい、これで一回飛車横っ面から打っていって、で竜もらっておいて、まあ、ここにふんどしの刑があるから、ふんどしの刑やりますか、一回ふんどしの刑やって、
年の経緯やって、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。あまりに厳しい戦いだったが、2段ブレイクで、かなり嬉しいですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもヤードです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。お相手初段の方ですね。一手損角換わりがお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ今日も今日と楽しく将棋ボー実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあお相手石田流ですかね。あれ違う、あれ中飛車、この歩はこの歩はどうなっちゃうの、この歩はどうなっちゃうんですかね。これね、早速角交換させてもらったのはいいんですけど、角銀交換させてもらったのはいいんですけど、角銀交換させてもらったのはいいんだけど、その先がどうなるのっていう、これはどうなるの、リアルに。一回銀上がっていって、さあこれで歩ついていって、さあはい、ちょっと戸惑うねこれね戸惑いますね。とりあえずこの歩を取りに行きますか。はい、取りに行って、これで銀角交換しましょう。もう銀角交換させてもらってるんで、はい、これは別にやっていっていい形だと思いますね。でこれ2筋がら空きになってるんで、これ受けようがないでしょうっていう話がありまして、まあ桂馬取るなりなんなりっていうのが、はい、これで2分30秒浮いてるんだよね。さあまあ深夜だからね、時間が時間だから、相手をもう朦朧としてるんじゃないかっていう期待を持ちつつなんですけど、まあこの金を受けてくるぐらいの理性はまだあるみたいですね。はい、これでどうしようか、とりあえずと金作る、と金作るで合ってる、香車もらって、香車もらって、香車もらって角、ここ銀打つ、銀打っておく、はい、馬作られて、まあそれは確かにあるかっていう感じなんですけど、2分、まあ、ここに角打ちますか。そしたら角打って、この馬がね、馬なのが嫌だから馬を消していきたいっていう発想ですね。はい、馬を消していければ、まあ、割りかし問題なく進むんじゃないかっていう期待を持ってます。まあこれでこれ金寄ってきちゃうっていうことかな。なのでここに角打ちますか。そうね、ここに角打つしかないでしょ、これは。はい、これで寄っていって、はい、これで逃げ切ったでしょ、これで竜に逃げ切ったでしょ、逃げ切ったと言えるのではないでしょうか。これはとりあえず一回ここに逃げておいて、まだ銀が、と金が銀に当たってるんで、はい、これは角で来る、もう角切ってくる、まあ角切ってくるなら切ってきてくださいっていう感じですね。これはね、むしろ切ってきてっていう感じだよね。なぜならここに香車があるからね。この香打ちが激痛でしょ、もうこれはもう竜の逃げ道がないから、もう投了やむなしレベルの勢いかと思います。さあどうする、さあどうする、さあどうしますか、まだ戦いますか。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ちなみにさあ戦いますか、どうしますかみたいなことを煽りと捉えられて、私は結構戦えてます別に煽ってるわけではないんだけど、はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノに持たれて歌ったね、知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくって。